さあですね、じゃあ今回の完成形こんな感じです。スライドショーなんですけど、写真がですねふわーっと浮いて動いてるような感じで、単にですね静止画が切り替わってるだけよりも退屈しないかと思います。はい、こんな効果をですね、プレミアプロで簡単に作ってみましょう。はい、じゃあですねまず基本の状態なんですけど、この状態ですね、これ写真が単純に並べてある状態です。背景と写真なんですけど、やっぱスライドショーもですね、この止まってる写真が切り替わっていくだけだとつまんないですよね。でこれを写真を動かしたいわけなんですけど、これをなるべく簡単な方法でやってみましょう。そしたらですねこれ使います。エフェクトの中のビデオエフェクトの、ディストーションですね、その中にタービュレントディスプレイスがあるので、これをかけてあります。そうするとですね、画像の中身がなんかぐにゃっと歪んだ感じになります。そしたらまずこれの中の固定すべてのエッジとなっているやつをなしにします。そうするとですね、この端の部分がぐにゃぐにゃになります。ただ見るとところどころこれ切れちゃってるんですけど、ここはですねレイヤーのサイズを変更というチェックを入れると、はい、ちゃんと書かれます。ちょっと紙をくしゃくしゃっとしたような感じですね。はい、そしたらですねこれだとただのくしゃくしゃの紙なので、まずはこのサイズっていうとこ、今100になってますけど、これ上げていくとどんどんこのですね曲がる単位が大きくなっていくので、これ1000にしちゃいましょう。はい、大きくするとですね割と紙全体がピラッとですね大きな波の中に浮いてるような感じになります。でこれもちょっとですね、こういうのもまあ表現でありだと思いますけど、ちょっと扱いづらいので今回は適用量をすごく少なくして、じゃあ3にしときましょう。はい、そうするとですね見た感じあんまり歪んでないんですけど、この展開という数字ですね、これを動かしていくと見てください、こんな風に展開でさっきの波が動いていくので、それに合わせて写真が浮いているように見えます。そしたらこの展開をキーフレームで動かしましょう。この今ですね3つの写真4秒ずつ並べてあるので、まあ、目安としてまず先頭でですねキーフレームオンにして、4秒目この終わるところで180度ですねにしておきましょう。それにするとこれぐらいの速度で微妙にふわーっとですね浮いてる感じになります。まあ、これお好みで変えて OK です。そしたらタービレントディスプレイスはこれで OK で、もう一個じゃあドロップシャドウもですね入れてやって、ちょっと浮いてる感じしましょうかね。距離をちょっと少し出してやって軽く影が出てくる感じで、不透明度濃くしてあげて柔らかさもちょっとだけ増やして、はい、影ができると余計にですねこんな感じに浮いてるようになります。さあこれでですね1枚目の設定完了です。でこれをですね2、3と同じことやればいいわけなんですけど、同じことやるのめんどくさいので、Mac の方はコマンド、 Windows の方はコントロールしながらタービレントディスプレスとドロップシャドウですねクリックしていくと選択できるので、これをコマンドもしくはコントロール C でコピーして、で次のですねこの写真クリップの一番先頭のところ、ここでコマンドもしくはコントロール V ペーストすると同じのがつきます。ただこれ完全コピペだと動きが全く同じになってですね繰り返しの感じになっちゃうんで、タービレントディスプレイスの展開のオプションの中にあるランダムシードってのがあります。この数字を適当でいいので何かの数字にするとこの波の揺れ方がランダムになるので、こっちとですねこっちで違う波の形で動いてくれるので全く同じだとバレなくなると、そんな感じですね。じゃあ3つ目も同じようにペーストして、でタービレントディスプレイスの展開のオプションのランダムシードだけ2番とも違う数字にしておきましょう。そうすると全部ですねこんな風にばらけて違う動きになります。はい、そしたらですね
写真の切り替わりのところもですね、ちょっとやっておきましょう。そしたらビデオトランジションで、スライドの押し出し、これなんかをですね、この写真の間かけてやると写真自体がですね、スイッと送られていくので、まあ、これができるのがプレミア便利ですよね。5フレームとかすごい短くしておくと切れ味が出ます。シュッとですね変わって、今左から右でしたけど、例えばこれも5フレームにしてやって、ここのですねエフェクトコントロールで例えば下から上とかですね方向を変えてやるとこんな風にばらついて単純にならないですね。そうやってできたのが最初の例のこのスライドショーですね。はい、本格的なですねスライドショーを作るとき、アフターエフェクトを使うって手もあるんですけど、プレミアの中だけでもこんな風にちょっとした工夫でですね退屈にならないですね、ちょっと変化が常についているスライドショーを作ることができます。ぜひ試してみてください。よろしければチャンネル登録、動画の拡散をよろしくお願いします。